んにちは。のけのけです。しがみねです。今回はクエスト、ドボルはためにドラワナルを攻略したいと思います。このクエストでは、ドボルベルクの守望が目的となります。ドボルも上位からの登場か。最後に戦ったのはトライ G なので久々の戦闘ですね。それでは、今回の装備とスキルを見ていきましょう。今回発動するスキルですが、サムサムコウ、見切り1、回避距離アップとなります。いつもの構成。それではクエスト、ドボルがためにドラワナル、行ってみましょう。ドボル発見です。まだこっちに気づいてないね。まずはペイントしておきましょう。さて、それではドボルとの戦闘を見ていきましょうか。ヘビーはドボル相手だと相性はいいよね。体が大きいので貫通弾がよく通りますね。動きが遅いのでやはり戦いやすいですね。当てやすいし避けやすい。このまま攻撃ズックをしていきましょう。ムロフシ始めた。チャンスなのでスーパーノヴァを打ち込んでみましょう。体勢を崩したぞ。攻撃のチャンスが続きますね。しかしブレイブのダッシュは本当に便利だね。一気に攻撃のレンジに入り込めるのは本当にいいですね。距離を取るのにも使える。一撃離脱です。お供が二人とも落ちてるけど問題なさそう。またスーパーノヴァの出番ですね。またダウンした。もしかして室伏中にスーパーノヴァを打ち込むと確定でダウンするんですかね。もうちょっと試してみないとなんともだね。まあ何にせよ追撃のチャンスです。また怒り状態になりました。今のところ怒っても怖くない。普通に立ち回れるので問題ないですね。
また室伏だ。スーパーヘバの出番ですね。やはりダウンしました。これで確定だね。 G 級は分かりませんが、少なくとも上位では室伏中のスーパーヘバは確定ダウンのようですね。こいつは便利だ。ひとまず時を飛ばしましょう。現在5分張りです。ドボルはまだ元気ですね。体の大きさに見合った体力の多さ、引き続き貫通弾を通していきましょう。しかし大体の攻撃のカモダは隙が大きいので攻撃し放題ですね。やはりダウンしよる。確定ダウンは本当に便利です。また時を飛ばしましょう。現在10分張りです。先ほどドボルは足を引きずっていました。順調に追い詰めてる。ここでとどめといきましょう。終了です。結局最後まで全く問題なかったね。終始安定していましたね。タイムは15分2秒でした。10分張りでは収まらなかったか、ちょっと過ぎてしまいましたね。さて、今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。